30歳を過ぎて出会った最高の友達、あかり。桜子、ふみ。そして純。奇跡みたいな出会い、そう信じてた。純の秘密を知るまでは。私は夫に殺されたんです。女たちの人生が今激しく動き出す。息を呑む5時間17分。私はきっと、あかりに大事なことは言わへん。リュータが自分の物差しで人のこと測るだけやろ。そんなん。おやすみ。おやすみ。彼女たちは長い夜を越える。新しい自分に出会うために。ハッピーアワー。